皆さん、こんにちは。タレントでファッション評論家だったピーコさんが、2024年9月3日に亡くなっていたことが分かり、一斉に報じられました。しかし、調べを進めていくと、9月8日に営まれた密葬には、双子の弟で、かつて、おすぎとピーコの相方だったおすぎさんが喪主でしたが、参列しなかったということが分かりました。しかも親族の姿はなく、参列者は4人という寂しい葬儀だったということが分かっています。今回は晩年のピーコさんの様子や最近のおすぎさんについて調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2021年頃から認知症の症状が見られるようになったというおすぎさん。当時は福岡に住んでいた彼を、横浜の自宅マンションで暮らしていたピーコさんが呼び寄せて、兄弟での同居が始まったといいます。ただ、同居といっても、老老介護で、一緒に住んだのは3ヶ月ほどでした。ピーコさんのイライラが募り、兄弟喧嘩が絶えなかったのだと言います。2022年におすぎさんは横浜市内の老人養護施設に入所しました。その後、ピーコさんも認知症が進み、近所のスーパーで万引きして現行犯逮捕される騒ぎを起こし、おすぎさんとは別の施設で暮らすことになったと言います。横浜のマンションの近隣住人によると、兄弟が住んでいた部屋は2023年に不動産業者が買い取り、最近になって入居者が決まったといいます。その後のおすぎさんは、神奈川県郊外にあるグループホームに転居し、他の認知症患者と共同生活を送っていたといいます。おすぎさんは1年ぐらいはいたかな。当初は結構しっかりしていて、芸能界の裏話もしてくれました。でも、突っ込んで聞くと、これから先はダメ、教えられなき、なんて会話もしていました。ピーコさんも会いに来ていましたが、次第に来なくなって、おすぎさんは、だんだん元気がなくなりました、とグループホーム入居者の親族は語ります。現在のおすぎさんは、この施設をすでに離れているそうです。では、どうしているのでしょうか。昨年、神奈川県内の山間にある温泉施設に転居しました。昔から仕事で兄弟と付き合いのあった男性が、今はおすぎさんの世話をしています。おすぎさんが福岡にいた頃、横浜のマンションをこの男性が兄弟の代わりに管理していました、とおすぎさんの知人が語ります。ハイカラビデオ。かつて、おすぎさんとピーコさんのマネージャーだった人物にも話を聞くと、次のことが分かりました。確かに、おすぎは今、神奈川県の温泉地にある施設で、落ち着いて静かに暮らしていますと述べ、最後に会ったのは2023年末だったといいます。そして認知症が進んでいて、会った時も私のことが誰だかわからないようでした。身寄りがないので、財産のことは法定後見人が決めることになると思います、と続けました。現在の世話をしている男性についても、おすぎは彼のことも誰だか分かっていないようです。ただ彼は恋人ではありません。おすぎもピーコも、男性が好きな人はタイプではありません。だから、好きな男性とは恋人関係になれないのです、と話します。ところで、前述の通り2024年9月3日に、敗血症で亡くなっていたピーコさん。双子の弟である映画評論家、おすぎさんと共にテレビやラジオで歯に衣着せぬ発言を繰り返し、人気を博していたのをご記憶の方も少なくないでしょう。二人の身辺に異変が生じていたことは、ここ数年ほどの女性誌の見出しを並べるだけでも明白でした。ピーコの老老介護の果てに、エアコンとテレビをつけたままピーコが消えた。ピーコ、悲しき、万引き常習、施設で保護の夜べなさ。二人が施設に入る前に一時期同居していたマンションは、神奈川県横浜市西区にあります。あのマンションの部屋はもともとピーコさんとおすぎさんお二人のお姉さんが所有していたのですが、彼女が10年ほど前に亡くなったことで、おすぎさんの持ち物になりました、と関係者は述べています。1989年、ピーコさんがメラノーマというがんを患って左目を摘出することになった時、おすぎさんは、すでに決まっていた多くの仕事を肩代わりすることでピーコさんを助けました。そのおすぎさんに認知症の症状が出始めると、今度はピーコさんが手を差し伸べたわけです。ただし、前述の通り二人の同居生活はなかなかうまくいきませんでした。
警察沙汰になったこともあったといいます。お杉さんが行き先も伝えず土寺を来てふらっと外に出たままいつまでも帰ってこない。ピーコさんはゴミ捨てにでも行ったと思っていたそうですが、全然帰ってこないので警察を呼んで探してもらうことに。結局、お杉さんは一人で帰ってきたそうです。それが21年の11月か12月のことで、この頃にはピーコさんも目がとろーっとしてぼんやりしている様子が見られるようになりましたと知人は語ります。結局老老介護は半年も持たず、2022年2月頃、お杉さんはマンションを出て高齢者施設に入りました。22年の夏頃、ピーコさんが、お杉が死んだ、と言い出しまして、と、近隣住民の証言があります。マンションの管理組合の人によると、ピーコさんからマンション所有者の名義変更の連絡があり、お杉さんの死亡届みたいな書類も添えられていた、と。ハイカラビデオ。そこで管理組合の人がお杉さんの事務所の関係者に連絡すると、お杉さんは死んでおらず、施設に入っているということを教えてくれたそうです。施設に入ったに過ぎないお杉さんが死んだと思い込む。それはピーコさんをも蝕み始めた認知症ゆえのことだったのかもしれません。ピーコさんがマンション入り口のオートロックが開けられず孫ついていたり、ようやく部屋の前まで来てもカバンの中にある鍵がうまく見つけられず、荷物を全部ひっくり返して探しているところを見たことがあります。ゴミ捨てのルールも理解できなくなっているように見えました。と先の近隣住民は語ります。そんな中、ある悲劇が生じました。神奈川県警戸部署の副署長が話します。杉浦克明、ピーコさんが窃盗の容疑で逮捕されたのは事実です。捜査関係者によると、万引き被害に遭ったのは近所の店で、取られたのは酒。これまでに何度もやられているので怒った店主がピーコを取り押さえて警察に通報し、現行犯逮捕となった。ただ、ピーコ本人は善悪の判断がついておらず、いまいち話も噛み合わない。そのためすぐに釈放。役所が間に入り、施設で保護することになりました、としています。しかし、ピーコさんが万引きを働いたのはこの店だけではありませんでした。そのことは区役所職員も把握していたようです。芸能ジャーナリストの城下孫コレさんは、お杉とピーコについて次のように語ります。僕はピーコさんにはあまりお目にかかったことはないが、弟のお杉さんとは一緒に酒を飲んだことがある。ちょうど彼が福岡県に拠点を移し、福岡ローカルの仕事を中心に活動していた頃だ。僕が出張で宿泊していたホテルのバーで飲んでいたら、お杉さんが僕を見かけ、あら、リポーターの人じゃない、と声をかけてきた。僕が、昔、コメントをもらったことがありますよ、と言うと、覚えてないわ、と言った、たわいない会話から始まった。その際、ずっと福岡で暮らしたい、と真剣に語っていたことが印象に残った。残念ながら、お杉さんはピーコさんより早く認知症を患っていて、ずっと神奈川県の高齢者施設に入っている。今回のピーコさんの葬儀にも参列することができなかった。そんなお杉さんは福岡での生活を、美味しい、暮らしやすい、楽しい、と言っていた、と振り返っています。いかがだったでしょうか。今回は、お杉さんの最近の様子などについて調べてきました。実の兄が亡くなったこともおそらく把握されていないことが分かりましたが、現在は新たな環境で静かにお杉さんは暮らしているようです。二人とも認知症の症状が進み、かつては老老介護の状態であったという現実。活躍されたお二人なだけに、少々寂しい近況のように感じます。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。